公園としての名称は、秋葉山公園。愛称は、市民の丘である。標高73メートル。戦国時代、山頂には一、一行、葬巳六時があり、和守森道場ができるまで木の国における一行を胸の中心地であった。織田信長の奇襲征伐では抵抗する最下衆、率いる最賀孫一がこの地を決戦の地と定め、山全体に城を築いて、 激戦を繰り広げた。現在寺院は存在せず、頂上の広場屋には遊具や展望台が置かれて市民の憩いの場となり、山頂に県与商人の石踏みがある。津波など災害時における一時避難所としての機能も伏せ持つ。中腹にはかつて五ぼ池が存在した。1971年黒潮国体における。 水泳協議会催地建設のため埋め立てられ、池は消滅した。1967年より秋、葉山公園県民水泳場が設置され、現在に至る。南東側には秋、葉山梅園及び秋葉山廃水地がある。梅園は1976年に地元実業家から寄贈されたものである。当初鑑賞用の勾配、白梅、 しだれ梅など220本が植樹されたが、2010年には90本に減少している。秋葉山排水池は、和歌山市水道局が管理する水道排水池である。南西側に、秋葉大権現堂がある。1973年、演習から誕生された。これは秋、葉山公園のふもとにある500羅漢寺の鎮守が目的とされる。なお、 秋葉大言言堂と、上北エリアは直接移動できず、一旦下山する必要がある。2013年10月から2014年8月1日まで、遊具、展望台等の老朽化に伴う改修、再整備工事を実施した。その間、公園内の立ち入りが禁止された。秋葉スロープという木製アスレチックがあったが、改修後すべて撤去された。 滑り台などの既存遊具が更新され、健康遊具が新設された。また展望台もコンクリート製から木製に建て替えられた。その他、伸び放題の森林が伐採、剪定され、景観が確保された。当初の秋葉山は、南側に位置する秋葉大言原道付近の森林帯を表すだけの地名であり、現在のように全体が秋葉山ではなかった。 1938年、この部分が最初に公共物として開放され、和歌山市は秋葉山公園と名付けた。本来の五坊山は現在の秋葉山を越え、北部にあるあたご山や内越山を含む広範囲を指した。1941年、この一帯を五坊山風地地区として和歌山県が風地地区を指定し、 現在も継続されている。1950年以降、秋葉大言言堂より、北部にある、五坊山も、和歌山市はそのまま、秋葉山公園として編入した。そのため現在も、秋葉山公園と、五坊山ふ地ち地区、二つの名称が混在するために、地名の混乱が生じている。うばめ山もも、赤松、くぬぎ、ハゼ、うなどの樹木が多い。 その他ツツジ、桜、萩、そして寄贈された梅も見られる。紅葉シーズンは山並みが美しい。和歌山市街だが、和歌山市中心部より少し南側に位置する。森林帯は北東から南西に伸びる。番地名は北部が秋葉町、宇守、東側が塩屋3丁目及び塩屋9丁目、南側は東和歌浦1丁目となる。 周辺には仏教寺院が多数点在している。出入口は4カ所存在する。秋葉山交差点付近に自動車用、歩行者用があり、駐輪場とエレベーターが設置されている。また塩屋山丁目と水県口交差点付近に歩行者専用の出入口がある。また秋葉山排水地付近に裏口が存在する。それぞれ明確な名称はない。 山の南東には、裏口と宮本病院へ抜けるための秋、葉山水道が設置されている。ありがとうございます。